ジョージ・ウィザー、ブック・オブ・エンブラムズから引く知恵のエンブレム・エンブレム、ブックが集、エンブレム・ブックとは、16世紀、17世紀にヨーロッパで発達した特殊なスタイルの図解入りの本のこと。通常、約100の絵とテキストの組み合わせからできている。当該のエンブレムが、視覚的なイメージなのか、添えられたテキストなのか、それともそれら2つの組み合わせなのかについては、研究者たちの意見は、 分かれている。最初のエンブレムブックと言われる、アンドレア・アルチャートのエンブレマタは、はじめ未許可版が世に出た。その中の基範画は、アルチャートが提供したものではなく、印刷業者が選んだもので、アルチャートはエ入りでない写本の形式でテキストを配布していた。初期のエンブレムブック、特にフランスの出版業者、ドニ・デ・ハーシが出したものは、エ入りではなかった。しかし、 時が経つにつれて、読者は、絵とテキストの組み合わせを含むエンブレムブックを期待するようになった。一行、またはそれ以上のテキストが添えられた、規範が、またはエングレービングからなるそれぞれの組み合わせは、読者を一般的な教訓を実行しようという気にさせる意図があった。絵は、たくさんの解釈を生む。テキストを読むことによってのみ、読者は、 作者が意図した意味を確信することができた。世俗的、宗教的両方のエンブレムブックはヨーロッパ大陸、特にオランダ、ベルギー、ドイツ、フランスで大変な人気を博した。エンブレマタの他には1593年出版のチェザー・アレリーパのイコノロギアが有名だが、これは厳密にはエンブレムブックではなく博識なグーイシい集だった。 アタナシウ・スキルヒャーのような、ヨーロッパの初期のヒエログリフ研究は、ヒエログリフをエンブレムと主張し、そのグ意を想像力豊かに解釈した。ヘンリー・ピー・チャム、ミネルはブリタニアから、イニティウム・サピエンティア、ギオーム・ド・ラペリエール、予期創意の劇場の基範が、ありがとうございます。